オーマイナス52オールオーマイナス52オーマイナス52オールはアメリカのカーチス社が開発し第二次世界大戦前から戦時中にかけてアメリカ陸軍航空隊で使用された単用の観測機である1939年に開発されたカーチスオーマイナス52はユザック向けに開発された最後の10観測機であるシリーズに分類される複雑の観測機の起源は 第一次世界大戦まで遡る。1940年にユザックは203機の O-52 を発注した。1941年には O-52 は当時の戦闘任務に適さなくなっていた。納入されると O-52 はユザックで軍事演習に使用されたが、米国が第二次世界大戦に参戦するとアメリカ陸軍航空軍は 国外戦域での近代的な実戦任務ではこの機体では十分な効果が果たせないと判断した。その結果 o 5 2は米本土内の連絡任務とメキシコ湾、大西洋、太平洋海域での近距離対戦線へと引き上げられた。o 5 2は祖父が総王の数を購入した最後の王名称の機体であった。真珠湾攻撃後に お名称は廃止されて、その代わりに連絡機には L 名称が与えられた。1942年11月にソビエト連邦はレンドリースポーを通じて30機の O-52 を発注した。26機が出荷されたが、わずか19機しか陸揚げされなかった。そのうちの10機が収益し、着弾観測や写真撮影、偵察任務全般で使用されたが、 数機は1950年代になっても飛行していた。全般的にこの機種のソ連での評判はかんばしくなかった。アメリカン・ウォー・プレインズ・オブ・ワールド・ウォーー。ありがとうございます。